はい。今回はピッチャーの大谷さんですね。この大谷さんは、9位スタミナ同値の大谷さんです。制球も69というところで、1上がれば70まで上がると。ABA の同値も可能です。なのでこれはね、称号つけるんであれば、制球を上げてるとこですね。ステータスやばいっすね。スライダー、フォーク、高速カーブ、サークルチェンジ、そしてストレート165キロ、A ですね。中継ぎ抑えも可能です。カットボール、スローカーブ、チェンジアップと本当にもう最強投手の一人であります。まあリアタイでも十分打たれないでしょう。で、超高速球、奪三振、尻上がりと、特殊能力に関しても完璧です。これはぜひとも狙いたいところですね。はい。なので、今回はね、一応僕20連引けるんで、まあ、それこそね、報酬が変えてくると思うんですよ。プロスピコロシアムの。そちらの報酬も合わせて、ちょっと引いていこうかなと思うので、ぜひとも最後までご覧いただけたらと思います。レーディガはい、したらばですね、早速ぶち込んでいこうかなと思います。はい、10連、まず一発目、しっかりと引いていきますよ。きちりと。レーディガさあ、これは、いいのが引けるんじゃないですか。よしよしよし、来いよ。もう演出にかかっとうけんね。これは。よっしゃよし !S ランク確定これは熱いじゃねえか一発目から引いちゃうよ頼むぜ !30%! あと 30% で引けば、OK だよし来い来いういよっしゃいいねテンション上がるぜさあ来いあいわち来いはいサムラ !OK! ラストラストかここだと伏見トライ伏見トライ伏見トライはい、今報酬が入ってきました。ランキング結果発表2位でしたね。よかったです。80エナジーもらえたんで、これで引いていけることができます。はい。スピードダルももらいました、きっちりと。ちょっとあと1個集めておくかね。ちょっと集めてみます。はい、集めてきました。一応ね、250個、これで集まります。このギリギリでもがくとこは俺らしいよね。なんかね。よし、エナジー取ってと。はい、これで250個集まったんで、もう一回引けるんで、これで引いていこうかなと思います。なんて言うかからし。よっしゃ、じゃあ引いていきましょう。早速引いていきますよ。さあ、大谷さん、これ来てくれ。頼むぜ、マジで。きっちりと、引きたい。大谷さん、沢村さん。沢村さんでもいいんだけどね。沢村さん、もうえらく引いてるんで。はい、入れ行きましょう。さあ、じらすよ、じらすよ。じらして、レディガもういいんじゃねこれ。調子くんレッツゴー来たよ。あ、熱いぜ、これ。さあ、調子くんレッツゴーからのからのリリースからのマジかやべ、これはマジでやべ。やばいぞ。来い、調子くん来い来い来ねえのかい来ねえのかいマジかよライデル・マルティネスいやーきちいなこれ枯れぞマジでこのガチャうわー安明かーきちいマジかよマジかいやまあいいやまああと30連目引けたらね引いていくんで21日までかまあ、集まると厳しいかもしれんけど。まあ、イベントもあればね、一緒集まると思うんで、それでちょっとね、ワンチャン狙っていきます。はい。というような感じで、大谷さん、今回も獲得できませんでした。この動画よかったら、チャンネル登録をご用意します。はい。次回とも、また応援していただける方は、ぜひともよろしくお願いします。一応ね、地味機でレディゴ、自チームミキサーでレディゴ、新企画、ちょっと用意してるので、ぜひともそちらの方をね、ご覧いただけたらと思います。次回の動画でね、上げていくと思うので、楽しみにしていただけたらと思います。ういーし